今日は水曜日ということで夜8時半から生放送をやります。いつものように YouTube ニコ生フレッシュ等でやっていますので、ぜひご覧ください。リンクは動画説明欄に貼っておきます。そしてもう一つどうでもいいお知らせなんですが、この4年ほど使ってきたプロフィール写真、プロフィール画像を新しく変えました。そろそろ実態にそぐわなくなってきたんじゃないかなと思いましたね。というのもやっぱこう見てわかるように若干太ってきたので、今176センチで63キロという感じなので、まあね、そんな感じです。ということで今後はこの写真でしばらくやっていきます。さて、例のあれであらゆる経済活動が停滞しています。今外食を控えているっていう方も多いんじゃないでしょうか。僕が毎週行っている飲食店も団体のお客さんを中心にキャンセルが相次いでいるということで、大変ですよね。政府も企業への支援に乗り出していますが、これ間に合うのかっていう問題もあります。政府の自粛要請によってあらゆるイベントが、さらに中止になっています。4月18、19日に行われる予定だったニコニコ超会議も中止になると先ほど発表がありました。そして高野連は春の選抜高校野球を中止すると発表しています。前代未聞ですよ。ここまであらゆるイベントが滞ってしまうと日本の経済大丈夫かとなってきます。状況が状況だけに仕方ないんですが、企業も労働者も大きなダメージを受けていますよ。こういう時って政府が国民を安心させるような説明をしっかりするっていうのが大事だと思います。安倍政権もようやく重い腰を上げて矢継ぎ早に対策を発表していますよね。もちろんいい方向性なんですけども、ちょっと遅いなっていう感じは否めませんし、中身については批判があるのはしょうがない。一方でアメリカも感染が拡大しています。こっちは早速減税だという話になってますよ。トランプ米政権は10日、新型コロナウイルスによる景気不安に対処するため給与税の年内免除を軸とした大型減税を米議会に提案した。給与税は年間税収が1兆ドルを超え、全歳入の3割を超える全ての納税者が減免の対象になれば極めて巨大な財政出動となる。もっとも税制の立案決定権を持つ連邦議会には慎重論が根強くあり、経済対策の詳細な設計は持ち越した。トランプ氏は10日共和党の議会指導部と会談し減税案の早期成立を求めた。同日記者会見したクドロー国家経済会議委員長は、トランプ氏は2020年中の給与税の免除を議会に提案したと述べた。ただ同氏は減税規模などの詳細は近いうちに明らかにすると述べるにとどめ、トランプ氏も予定していた記者会見には出席しなかった。詳細が不明にしろ減税はやるぞという方向性だけは示されてるわけですよ。日本人的に羨ましいなと思ったのは、こういう危機の時の対策として減税が選択肢になるんだなっていう点です。日本の場合ピンチになったら増税するじゃないですか。増税もいろいろな種類がありますけれども、例えば消費税にしたってあれ上がったら上がりっぱなしですしね。日本も減税をして消費を促していかないと危ないでしょう。麻生財務大臣は昨日の国会で維新の音喜多議員に問われ、経済対策として減税が一案というのは世界の潮流、反対するつもりはないと答弁しています。反対するつもりはないっていうか、いや、やってくださいよ。対応策については国民民主党の玉木代表なんてこれすごいまともなことを言ってますよ。明日発表の新型コロナウイルス対策第2弾の説明を与党から聞いたが、トゥーリトルトゥーレイトだ。急速に経済が収縮しており、一旦プライマリーバランス目標は先送りして、1家計減税含む消費税減税、21人10万円程度の簡素な給付措置、3債務の支払い猶予を検討すべき。これらを含む最低15兆円規模の緊急経済対策が必要だ。火の玉土星論ですね。玉木さんにはぜひその方向性で頑張っていただきたいと思います。というか政府がこれぐらいのことを言って、国民を安心させてもらいたかったですよね。日本政府って今回に限らずあらゆる面において説明が足りなすぎるんですよ。ということで続きは生放送でやります。ぜひご覧いただければというところで、リンクは動画説明欄からご覧ください。